本族と隼人族との闘争を神話化したもの主に、海幸山幸と呼ばれる。古代日本において、南九州にいたとされる熊祖の平定復従をもとに、徳、日向神話に登場する。海幸彦が、隼人のあたくんの子祖であり、祖神ホデリの末裔がアタ、あた、大隅に居住した隼人とされる。また、戦況大流説は新婚説は。 浦島太郎の話のもとになっているとされる。名前のごとく、山の漁が得意な山幸彦と、海の漁が得意な海幸彦の話である。兄弟は、ある日漁具を交換し、山幸彦は魚釣りに出かけたが、兄に借りた釣り針をなくしてしまう。困り果てていたところ、塩土の人に教えられ、小舟に乗り、渡積神宮に赴く。 渡月に歓迎され、娘、豊玉姫と結婚し、渡月神宮で楽しく暮らすうちすでに三年もの、月日が経っていた。山崎彦は地上へ帰らねばならず、豊玉姫に亡くした釣り針と、霊力のある玉、牛を蜜る玉と、塩ら玉をもらい、その玉を使って、海幸彦を懲らしめ、忠誠を誓わせたという。この海幸彦は交易していた。 はやと族の祖と考えられる。その後、妻の豊玉姫は子供を産み、それが、うがや吹き不合命であり、山幸彦は、神武天皇の祖父にあたる。海幸彦と山幸彦古事記では、リの命は、海幸彦として、大小の魚を取り、リの命は、山幸彦として、大小の獣をとっていた。リの命は、兄のリの命に、 互いの道具の交換を提案した。ホデリの命は三度経ったが、少しの間だけ交換することにした。ホリの命は、兄の釣り針で魚を釣ろうとしたが一匹も釣れず、しかもその釣り針を、海の中に無くしてしまった。兄のホデリの命も獲物を取ることができず、山チも己が幸幸、サチサチ、海サチも己が、サチサチと言って、自分の道具を返してもらおうとした。 法理の命が釣り針をなくしたと告げると、リの命は、リの命を攻め取り立てた。リの命は、自分の十剣剣から千の釣り針を作ったが、リの命は、やはり元の釣り針が欲しいとして受け取らなかった。リの命が海辺で泣き悲しんでいると、塩土の人がやってきた。リの命が事情を話すと、塩土の人は小舟を作って、リの命を乗せ、 わたつみ神の宮殿へ行くように言った。わたつみ神の宮殿はたつみがみの宮殿へ行き、そこで待っていると、わたつみの娘の豊玉姫命の次女が水を汲みに、外に出てきた。氷の命が水を求めたので、次女が水を器に入れて差し出すと、氷の命は水を飲まずに首にかけていた玉を口に、含んでその器に吐き入れた。 すると玉が器にくっついて離れなくなったので、次女は玉のついた器を豊玉姫命に差し上げて、事情を話した。不思議に思って、外に出た豊玉姫命は、法理の命を見て一目惚れした。父である渡みも外に出て、そこにいるのが天孫寺芸命のこの国うつび高であると言い,い、すぐに豊玉姫命,命と結婚させた。こうして、 わたつみのもとで三年間暮らした。三年経って、ほうりの命はここに来た理由を思い出し、深いため息をついた。わたつみが、ため息の理由を問うたので、ほうりの命は事情を話した。ほでりの命の服獣わたつみが魚たちを集め、釣り針を持っている者はいないかと問うと、赤台の喉に引っかかっているとわかった。わたつみは、釣り針と、 円栄玉、円、ま、から玉を、放りの命に差し出し、この釣り針を兄に返すとき、この針は、おぼばり、すす針、ひんばり、うる針と言いながら、手を後に回して、渡しなさい。兄が高い土地に田を作ったらあなたは、低い土地に、兄が低い土地に田を作ったらあなたは、高い土地に田を作りなさい。兄が攻めてきたら、円栄玉で溺れさせ、苦しんで許しを凍てきたら、 縁から玉で命を助けなさいと言った。そして、和辞という。氷の命は渡積に言われた通りに釣り針を返し、言われた通りに田を作った。渡積が水をつかさどっているので、穂出りの命の田には、水が行き渡らず、穂出りの命は貧しくなっていった。さらに穂出りの命が荒々しい心を起こして攻めてきた。すると、放りの命は塩へいたまを出して溺れさせ、 ほでりの命が苦しんで、もとうと、円環玉を出して救った。これを繰り返して悩み苦しませると、ほでりの命は頭を下げて、放りの命を昼夜お守りすると言った。豊玉姫命の出産、豊玉姫命は、海軍で解任したが、天神の子を、海の中で産むわけにはいかないとして、陸に上がってきた。浜辺に産屋を作ろうとしたが、 かやそう代わりのうの羽を吹き終えないうちに散気づいたため、うぶやに入った。トヨタマビメ命は、他国のものはこう産むときには、本来の姿になる。私も本来の姿で産もうと思うので、絶対に、うぶやの中を見ないようにとひこほほでミソンに言う。しかし、ホ理リの命はその言葉を不思議に思いうぶやの中を、覗いてしまう。そこにトヨタマビメ命が姿を変えた。 八ひアジが腹をつけて、蛇のごとくうねっているのを見て恐れて逃げ出した。豊玉姫は、彦コホホデミに覗かれたことを恥じて、生まれた子を置いて、海に帰ってしまう。その生まれた巫女を、天津彦彦渚竹なぎさけうがいや吹き合えずの命という。しかしその後、法理の命が覗いたことを恨みながらも、巫女を養育するために、妹の玉寄姫を使わし、 託した歌を差し上げ、互いに歌を読み交わした。日本初期巻二の本文では、兄のほのっそりの命にはおのずから海幸があり、弟の彦コほホデミソには地図から山幸があった。はじめに、兄弟二人は語り合い、身に幸かえんと、欲うと交換したが、どちらも獲物を得られなかった。兄は、悔やんで、弟の急戦を返し、自分の釣り針を求めた。 弟は兄の釣り針を死していて、探し出せなかった。そこで別の釣り針を作って兄に渡したが、兄は許さず、元の釣り針を要求する。悩んだ弟は自分の立ちから釣り針を作り、一気に山盛りにして渡したが、兄は怒って、我がゆえの針に火さ沢なりといえども取らずと言い、ますます攻めた。ゆえに、 ヒコホホデミソンは深くうい苦しみ、海辺に行って、銀った。すると、そこで出会った、エンドロー王が、またうれうることなかれ。我、まさに何時がためにはからんと言って、無めかごを作り、ヒコホホデミソンをかごに入れて、海に沈めた。すると自然からカレーオバマに着いた。そこでかごを捨てて進むと、すぐに、タツみの宮に行き着く、とある。その宮は、 木地生といて、打つ境でいを置いていた。門の前の井戸のほとりに、湯積森の木があって、枝、葉、タスクショいていた。彦コほホデミソンがその木の下に進んで、死因さまよっていると、一人の美人が扉を開けて、出てきた。そして玉かなまりに水を汲もうとしたので、虚名で見つめた。そこで、美人は驚いて帰り戻り、その父母に、一の気式客あり。 門の前の木の下にありと申し上げた。そこで、渡みは、八重の畳を重ね敷いて招き入れ、座手定めませ、切った理由を尋ねた。ひこほほでミソンは事情を話した。聞いた渡みが、大小の魚を集めて問いただすと、皆は、知らず。ただ、赤目日のろ口の質はべりてきたらずという。めしてその口を探すと、失った釣り針が見つかる、とある。 そうして、ひこほほでミソンは、ワタツの娘の豊玉姫をめとり海の宮に住んで三年が経った。そこは安らかで楽しかったが、やはり故郷を思う心があり、たまにひどく太い聞きことがあった。豊玉姫はそれを聞いて、その父に、天孫生前見て数嘆く、けだし土を懐かしむ憂えありてかと語った。ワタツは、 ひこほほでみそんを招くと、天もしさとに帰らんと星はば、我、まさに送り立てまつらんと商用に語り、すでに探し出した釣り針を渡して、この針を持ちて何時が兄に与えんときは、密かにこの針を呼びて、ひんばりとのたまいて、叱る後に与えた前と教えた。また、塩つけと塩枯れいを授けて、塩つけをつけば、塩、たちまち蜜。 これを持ちて何時が兄を、出来せ。もし兄が食いて祈らば、帰りて塩枯れ系をつけば、塩、おのずから枯れん。これを持ちて、救いたまえ。女この含め悩まさば、何時が、兄はおのずから、福安と教えた。そして帰る時になり、豊玉姫は転孫に、目かけは、すでに真ぬ。まさに三言と久ししからず。目かけ、必ずふう。 唐の旧春期日を持ちて、海浜に、出ていたらん。受け枠は、我がために三出を作りて、愛い持ちたまえと語った。彦コホでミソンは、元の宮に帰り、一海人の教えに従った。すると兄のほのすそりの命は、役遺婚されて自らひれ伏し、今より以後、我は、何時が、俳優の民となさん。受け枠は、セオ活と言った。そこで、 その願いの通りに容赦した。そのほのすそりの命は、あずたくん小橋等が、本祖である。その後、豊玉姫は、前の約束通り、その女帝の玉より姫を連れて、波風に逆らって、海辺にやってくる。産む時が迫ると、めかけ、三時、幸い白は見ることなかれと頼んだ。天孫が忍ぶあたわず、こっそり訪れて伺う。豊玉姫は、 羽毛として竜に姿を変えていた。そして大いに恥じて、ご年、我を恥ずかしめずあれば、すなわち、海陸将位か弱しめて、長く隔てぜゆることなし。今、すでに恥ずかしめずまさに何を持ちてか親しく、実時期情を結ばんやと言って、草で巫女を包んで海辺に捨て、海とを閉ざして、すぐに去り行き。 そこで、その子の名を彦コハレンブロココクサブキ不合村という。その後、しばらくして、彦コホホデミソンが亡くなられた。日向の高屋山の上の三ぎに葬りムまつる、とある。一所アニビスセリーのちはよく海幸を、弟の彦コホホデミソンはよく山幸を得た。ある時、兄弟は、お互いの幸を取り替えようと思った。そこで、兄は、弟の幸い勇美を持ち、 山に入って、獣を探したが、獣の足跡さえ見つからなかった。弟も兄の幸い針を持ち、海に行って魚を釣ったが、全く釣れず、しかもその釣り針を失ってしまった。この時、兄が、弟の弓矢を返して、自分の釣り針を求めると、弟はわずらい、帯びていた太ちで釣り針を作り、一気に山盛りにして、兄に渡した。 兄はこれを受け取らず、なお我が香ば針を欲すと言った。そこで、ヒコホホデミソンは、どこを探していいかもわからず、ただ売れえぎぬことしかできずにいた。そして海辺に行き、彷徨いサタンいていると、一人の長老が現れ、自ら、塩土の老王と名乗り、君はこれ誰ぞ。何のゆえにか、ここにうれうるやと尋ねたので、ヒコホホデミソンは事情を話した。 叔父が袋の中の玄串を取り、地面に投げつけると、五百個チクリンと化けなった。そこで竹を取り、大メソカゴを作り、日々で味噌を、カゴの中に入れ、海に投げ入れる。あるいは、無目喧嘩を持ちて、フボを作り、細い縄で、ひこほほで味噌を結びつけて沈めたという、とある。すると、海の底におのずからカレーオバマがあり、浜の広進むと、すぐに、 渡たみの豊玉びこの宮にたどり着いた。その宮は、白血高しくかり、老鬱そうにうららかった。門の外の井戸のほとりの森樹の下に進んで立っていると、一人の美人が現れた。要望よに切れ、従えていた寺社たちの中から出てきて、玉ょに水を汲もうとして、ひこほほでみそんを仰ぎ見た。そこで驚いて帰り、その父の神に、 門の前の井の名の木の下に一の尊き客あり、骨董を常にひず。もし天より触れれば、まさに天赤あり、地より来たれれば、まさに血赤あるべし。誠にこれ、たやみし。国空尾子なるものかと申し上げた。あるいは、豊玉姫の自社が、魚っ子に水を汲もうとしたが、満たすことができなかった。井戸の中を覗き込むと、逆さまに人の砂丘顔が映っていた。 そこで青ぎ見ると、一人の美しい神がいて、森樹に降り立っていた。そこで帰り戻ってその王に申し上げたという。そこで豊玉美子が人を使わして、客、これ誰ぞ。何を持ちてかここに至ると尋ねると、日々でみそぬは、我はこれ、天神の孫なりと答えて、そのやってきた理由を語った。すると、 渡たは出迎えて拝み、招き入れて陰銀に慰めた手祭る。そして娘の豊玉姫を妻とさせた。そして海の宮に住んで三歳が経った、とある。その後、日々で未孫は、数短足があった。豊玉姫が、天孫兄氏故郷に帰らんとほっすやと尋ねると、しっかりと答えた。豊玉姫は、父の神に、ここにありし尊き客は、 上国に帰らんと、命ほすと申し上げた。わたつみは、海の魚たちをすべて集め、その釣り針を求め尋ねると、一尾の魚が赤目久しく口の質あり、あるいは言う赤台、疑う楽は、これが飲めるかと答えた。そこで赤目を呼んでその口を見ると、釣り針がまだ口の中にあった。すぐに、これを取り、ひこほほでミソンに渡して、 針を持ちて何時が兄に与えんときは、すなわちのいて、貧窮の本、飢金のはじめ、根紅の根と言いて、叱る後に、これを与うべし。また、何時が、二位階を渡るときに、我は必ず、春風高騰を起こして、それをして、没溺れしんくませんと教えた。そして日々デミソンを大兄に乗せて、本郷に送り届けた。これより、前、別れるときに、 豊玉姫は、目かけ、すでににありみめり。まさに風当とう,うは焼き火をもちて、いでて、海辺にいたらん。こう、我がために産屋やを作りて待ちたまえと、需要に語った。その後、豊玉姫はその言葉通りにやってきて、日々デミソンに、目かけ、今夜うまんとす。こう、輪子となかれと申し上げた。日々デミソンは従わず、串に火を灯して覗いた。 すると豊玉姫は、ヤヒの大きぐまワニに姿を変え、捕虜行っていた。そこで豊玉姫は恥ずかしめを受けたと恨み、直ちに海里に帰るが、その妹の玉依姫を止めて、巫女を持ちようさせた。この名を彦ハレ連ブロここ草吹き不合村と呼ぶ理由は、その浜辺の産屋の屋根を、すべてうの羽を草吹きにできないうちに子が生まれたので、そう名付けた、とある。 一所ひこほほでミソンが、門の前の井戸のほとりの桃への森中に飛び上りて立てる。するとわたつみの女手に玉かなまりを持ち合ってきて、水をくまんとする。人の影が、井戸の中にあるのを見て、仰ぎ見るや、驚いておわんを落とした。おわんは砕け散ったが、帰り水して帰り戻り、父母に、目かけ、一の人、井の名の木の上にあるを見たり。顔色花肌美しい。 要望をまた簡単に、対に、常の人にひずと語った。すると父の神はこれを聞いて聞く思い、八重の席を、設けて迎え入れ、座して定まりてからやってきた理由を尋ねた。ひこほほでミソンが事情をすべて話すと、時に、綿つみびんちあ哀れみの心を起こしてことごとくひれ、広しびれ、今日を召して尋ねた。知らず、ただ、 赤目のみ口の質はべりてきたらずまたは、口目、口の質ありとと、皆言った。そこで急にメシソの口を探すと、失った釣り針がすぐに見つかった。そこで、ワタツミは、俺口目は、今より王、餌を飲むことをえじ。また、天孫の線に預かるをえじと禁じた、とある。ひこほほでミソンが帰るときになり、ワタツミは、今は、天人の孫。 片付けなも我がところに望みて、心の中の近景、何の日にか忘れんと申し上げた。そして思うが、ままの思え即牛をいつの刑、思え乗りしおかれの刑をそのに添えて、捧ぐ心理で、高尊屋への熊を隔つといえどもねが、枠は時に、またた、愛をもいて、捨ておくことなかれと言って、そして、この針を持ちて何時が兄に当たう時に、 すなわち、ひんばり、めつはり、おちうすかぎととなえ、いいきつりてごてに投げ捨てあたえ、もちてむいてじゅくることなかれ。もしやに、ふんどを起こして、続外わんしんあらば、すなわちうしおいつけよで出しもちて、これを、ひょうできせ。もしあやうくまんにいたりて、びんを、きゅうわば、すなわちしおかれけをで出してもちて、これをすくえ。じょこのふくめ悩ませば、おのずからまさにしん、ふくわんと教えた。 とある。そこで、ひこほほデミソンその玉と釣り針を受け取り本宮帰って、来て、一海人の教えた通りにまずその釣り針を兄に渡したが、兄は怒って受け取らなかった。そこで、弟が、牛追いつけを出せば、塩が多いに道兄は、おのずと没を溺れて、我まさに何時に仕えて、土木とならん。願わくは救いかすこと垂れたまえと懇願した。 弟が塩枯れ系を出すと、塩は自然と引き、兄は元の状態に戻った。そうしたところ、兄は前言を改め、我はこれ、何時が兄なり。どうぞ、人の兄として、弟に使えんやと言った。弟はそこで、五景を出した。兄はこれを見て、高い山に逃げ登ったが、塩は山もまた沈めた。兄は高い木に登るが、塩は木もまた沈めた。 兄はとに、きゅうり、逃げ去るところなく、罪に伏して、我、借りず。今よりいよう、我が子、孫の八十連続、常にまさに何時が廃人とならん。あるいは、犬人と、こう愛見たまえと言った。弟が、枯れ刑を出すと、塩は、自然と引いた。そこで、兄は弟に、神々しい徳があることを知り、ついにその弟に、福井使えた。こういうわけで、 ヒスセリーノチの病影の諸の早と等、今に至るまで、天皇の宮垣の傍らを離れず、第二杯ゆるいぬして、使え立てつっているのである、とある。一所兄のヒスセリーノチよく、海幸を得たので、海幸彦と呼ばれ、弟の彦頬で耳子とよく、山幸を得たので、山幸彦と呼ばれた。兄は、夫婦の旅にその道具を失ったが、 弟は不勇であってもその道具をなくさなかった。ある時、兄が弟に、我、身に何時と察知かえんと、欲うと、持ちかけ弟も承知して交換した。そこで、兄は、弟の弓矢を持ち、山で獣を狩り、弟は、兄の釣り針を持ち、海で魚を釣るも、共に獲物を得られず、空手で帰る。兄は、 弟の弓矢を返し、斧が釣り針を求むるも、その時、弟はすでに釣り針を海中に失いて、探し出すことできず。そこで、別に、新しい釣り針を線作って渡したが、兄は、怒り受け取らず、元の釣り針を休席した。中略浜辺で、手入れ、うれえ銀っていた弟は、川狩りが罠にかかって、今夜組むを見てあれみ、時て放ち去ると、しばらくして、 エンドローが現れ、無名喧嘩の小舟を作り、日々でミソンを乗せて、海の中へと押し出した。すると自然に沈み、たちまち良いカレーごろに出くわした。そこで、流れのままに進むと、渡みの宮にたどり着く。すると、渡みが自ら引き入れて、多くの足シの川を八重に色その上に今さしめる。かねて、千百机を設け主人としての礼を尽くす。 そして、天神の孫、何を持ちてか片付けなくリンツルあるいは、頃我が子来て語りて曰く、天孫海浜に憂いすといえども、未だ今日誠を、信んらずと、けだしこれあるかと商用に尋ねた。彦コホホミソンは事情をすべて話した。そして銃とまり、わたつみのこの豊玉姫を妻とし、むつまじく集い、そして三年が経った、という、 ひこほほでミソンが帰ることとなり、ワタツミが大目を召してその口を探れば、釣り針を得る。そこでその釣り針を、ひこほほでミソンに進むる。これを持ちて何時が兄に与えん時に、すなわちこと出して、大針、老針、ヒン針、ちばりとのたまうべし。いいきつりて、すなわちご手に投げたまうべしと教えそれを返却する。そして学業を召し集えて、 天神の孫、今まさに帰り去らんとす。遠い育下のうちに、持ちていた下手祭らにと尋ねると、様々な学魚が、それぞれの体調に応じてその日数を申し出た。その中に人広学魚がいて、自ら、兄、高田を作らば、何時は久保田を作るべし。兄、久保田を作らば、何時は高田を作るべしと教えた。渡積、誠を、人して、 助けたてつることこののごとし。そこで、彦頬ほほで未存、帰ってきたり、一に、わたつみの教えに従いて、寄りて行と、後にひすせり命は火を持ちてやつれて、われすでに貧しと売れーて言う。果てには弟に、ふくった。弟が、塩つけを出すと、兄は手を上げて溺れ苦しみ、反対に、塩枯れ系を出すと元に戻る、という。これより前、 豊玉姫は天孫に、めかけ、すでにあり新めり、天孫の御子を、兄海中に産むべけんや。子、まさに産む時に、必ず君が元に行かん。今年我がために、海辺に矢を作り、持ちて、あいまたば、これ望むところなりと申し上げた。そこで、彦ほ,ほで未存は里に帰ると、うの羽持ちて、屋根を吹きうぶ矢を作るが、屋根をいまだ吹き合えぬうちに、豊玉姫が大気に乗り、 女帝の玉寄姫を連れ、海を照らしながらやってきた。すでに臨月を迎え、産むき方に焦りいた。そこで吹きあうれを待たずに直ちに入り、天孫に、めかけ、肩に産むときに、う輪ることなかれと商用に語った。天孫が内心その言葉を怪しみて、密かにと、狙い言うと、八ヒの大きいワニに姿を変えていた。しかも、 天孫が私の兵を見るを知りて、深く恥じ、恨みを抱いた。すでに子が生まれた後、天孫が訪れて、巫女の名を何に名付けばべけん、と尋ねると、彦派連風呂孤国さぶき不合村と名付くべしと言い、きつりて、海を渡りただちに去ってしまう。そこで彦穂穂で見は歌を詠んだ。陽気ととうとしか茂る豆曲がりしましか、我がいい、ねじめし。 石げる派はそらじいの巨頭魚頭母意味、カモの寄りつく島で、我が床を共にした妻は、決して忘れぬだろう、我が世ある限り。または、ヒコホホデミソンは夫人を募り、乳母、ユハ母、メッシシャクおよびユッザとし、すべて処分備えあり手を仕立てまつる。その時、代わりに、他の夫人の父によって、巫女を用した。 この後、豊玉姫はその子が橋正気ことを聞いて、大いに憐れみの心を重ね、また帰ってようしたいと、欲が、儀に起きてべからず。そこで女帝の玉寄姫を使わして、養子に行かせた。その時、豊玉姫は玉寄姫に託して、放火を立て祭った。赤玉の光はあり登る人をはいイハたくらみるはず、我が四蔵必至、王のタスクとこあり経理意味、赤き玉は、 輝けると、人々は申しますが、あなたの姿はそれにも増して壮麗に思います。とある。一書ここで、ヒコホホデミソンは日和美ミと,と呼ばれ、塩と老王と出会うまでは一書に類似した記述がある。続いておじ、またうれうることなかれ。我、まさにこれを図らん。図りて曰く、渡たつみが乗れる瞬たる馬は、やひろわになり。これそのひれせを立て、 ててたちばなのおどにあり。あれまさに彼のものとともに、さくらんと言った。そして日和りみこととともに見に行った。この時に、学魚さくりて、我は八日の以後に、まさに天孫を、海軍にいたすべし。ただし我が王の、春レタル馬は一拾、学魚なり。これまさについたちのうちに、必ずいたしたてまつらん。こ、今、我が帰りて、王をしていできさしむ。 よろしく彼に乗りて、海に入るべし。海に入るときに、海の中におのずからカレーをばまわり。そのなぎさの随に進まば、必ず我が王の宮に至る。宮の門の井の上に、まさに言うつもりじはあるべし。よろしくその木の上に着きていすべし。行ってすぐ海に入り去った。そこで、天孫は、ワニの言う通りに待ち止まり、待って八日になった。 しばらくして人広学業魚がやってきたので、乗って、海に入る。そのどれも以前のワニの教えに従い行った。すると豊玉姫の自社いて、玉かなまりを持ち、まさに意の水をくまんとするときに、人の影の皆そこにあるを見て、汲み取ることができず、そこで天孫を仰ぎ見た。すなわちに戻り、王に、あれは、我が王を、一人よく切れてうるわしと思うに、今、 一脚あり。彼また遠くまされりと報告した。渡辺それを聞いて、民という、そりて三章を設けて恋入れた。ここに、天尊は、ほとりの床にその二つの足を拭い、中の床にその二つの手を押さえ、うちの床には、真床を襖の上に缶見ざした。渡辺これを見て、天人の孫と知り得た。液数系ことを、買う、とある。 中略渡たは赤目、口目を召して尋ねると、口目が口より釣り針を出だして立てまつる。時に渡た釣り針を、ひこほほでみそん、なぜがここだけ、ひこほほでみそんとなる、に授け、兄に針を返す時に、天孫すなわちまさに、何時が、幾個八十連続の末に、ひんばり、強々ひんばりと言い、いいきつり手三たびつばかきて、これを当たうべし。また、 兄が海に入りて釣りするときに、天孫はよろしく海浜にありて、持ちて、風招き咲くすべし。風招き、すなわち嘘なり。ジョのなせばすなわち我は、英風、中風を起こして、本気派を持ちて出来し悩まさんと教えた。日より、巫と帰り来たりて、愚に、渡積みの教えに従う。兄が釣りをする日になり、弟は、浜辺で嘘吹く。早風がたちまち起こり、 兄は即座に溺れ苦しみ、助かる見込みもなかった。そこで遠くにいる弟に、何時、久しく、うなばらに一式必ず全機術あらん。願わくは救いたまえ。もし我作れ,れば、我が幾子八十連に、何時の柿の名を離れず、まさに俳優の民とならんと恋出た。それを聞いた弟は、嘘吹くこと止めた。さすれば風もまたすぐに生きむ。兄は、 弟が神徳を得たのを知り、おのずと、福安と、よくった。ところが、弟はおむほてりありて、あい言わず。そこで、兄は、ちょっとく話して、赤土を持ちて、手のひらに塗り、面に塗りて、弟に、我、身を汚すことかくのごとし、長く、何時が俳優者とならん告げた。そして、足を上げ、踏み行き、その溺れ苦しむ情を示した。 はじめ、塩が足に浸した時に足裏をなし、膝に至る時に足を上げ、股に至る時に走り回り、腰に至る時にすなわち腰を、門位、脇に至る時にすなわち手を胸に置き、首に至る時にすなわち手を上げ、表手のひら。これより先に、豊玉姫がいできて、まさに三時に、高尊説。子、今よりいよ、目掛けが土飛くんが元に至れば、また放ち返すことなかれ。 君が、八つ飛翔が元にいたらば、また、返すことなし行って、的子をふすと茅やでその子を包んで渚さに置くと、海に入り去った。あるいは、ミコを、連に置けではなく、豊玉姫命自ら抱きて去って行ったと、久しくして、天孫のミコをこの海中に置くは、よろしからずと言って、玉より姫に抱かせて送り出した、とある。はじめ豊玉姫は、 別れ去るときに、恨みのこと口にした。そのため日和みことはそうはえないと知り、歌を贈ることあり。それは上に見ゆう、とあり一書の遺伝に見える内容である。ありがとうございます。